どうも柴です。本日はおデブさんも喜ぶ巨大エビフライを食べようのコーナーです。はい、ということで今日行くのはこちら、鶏刺しお豆腐料理、お座り梅松さん。いえ、鶏肉料理やん。いや、ここね、前回立ち飲み屋さんで、はい、鶏刺しめちゃめちゃうまかったみたいなの。梅松さん、そう、うん、な、うん、ここに何やら超でっかいエビフライがあるらしいから、今日はそれをペロリンチョするんと、うん、なんやかんや向こうと違うメニューあるらしいから、ほうほう、その辺も含めて調査に行きたいと思います。うんうん、ということでね、行きますか。鶏肉食べへんねんな。食うよ。食べるんか。いや、食べるでしょ、そら。また書かれんで、また唐揚げって言われんで。で、鶏はね、世界を救いますから。そうやね、はい、確かにな。てか、梅松さん来て鶏肉食わんとはどういうことやってなるか。あ、ほんまや、ほんまや、うん、ここはほんまにめちゃめちゃ鶏肉が美味しいお店やから。はい、行きましょう。はい、遅っ。ちょっとメニュー見ていこう。とりあえず本日のおすすめ、はい、あ、お造り、お魚のお造りとかこっちあんねや。鶏だけじゃなくて、ほうほうな、ほうで、フライ揚げ物もある、うん、で、焼き物もあんねん、うんうんうん、な、で、こっちが定番メニューか。で、あともう一個ポイントが、焼酎がね、豊富なのよね。あ、そうやね、ね、うん、前回もそうやったけど、レア炙り焼きめっちゃうまかった。うまかったね。な、あの香ばしさがな、うん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 、最強の唐揚げとかあるしな。エビフライどこ行ったの。あ、それや、エビフライどこ行ったの。これや、巨大シータイガーエビフライで、さらに、うん、あのめっちゃでっかい焼きおにぎりもあるらしい。うんうんうん、だそれも2つ頼んだ。腹パンなのか。よし、じゃあちょっと頼みたいと思います。何しよう。このレア炙り焼きももですよね。ですよね。ほんなら胸叩き、はい、行きましょう。あ、唐揚げ忘れた。最強の唐揚げも忘れた。あ、地鶏の炭火焼き頼む忘れたぞ。これな、メニュー見てもらったら分かるけどな、全部うまいやつや。ありがとうございます。さあ、乾杯です。え、何言おうと思ってた。あ、炭火焼きや。あ、それそれそれ、忘れとったやないかい。かわいい。あー、美味しい。はい、はい、はい、これやね、忘れてるね。まあ、まあ、次があります。最近あかんな。廊下かな、廊下かな。ほんまに好調やな。赤いキャップが鶏刺し言ってたね。そうですか。九州の甘いお醤油ね。はい、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 ね、九州醤油ですね、うんうん、これめっちゃうまい。そのままいった。これはもうこのまま味ついてるから。ほうほう、うん、ほうほう、めっちゃうまい。これ炭火焼きというか、なんか炙り焼きに近い感じやな。自由、うんうん、でこうなんかこう火がボーってなってる感覚。めっちゃ香ばしくてめちゃめちゃうまい。若鶏が美味しい説って浸透してるけど、もう親鶏がめちゃ一番うまいから。これね、地鶏たたき、綺麗やな。身の繊維がすごい。じゃあお醤油で。うまい、うまい。胸肉ってさ、ちょっとなんかパサパサっていうか、こうなイメージやけど、この刺身で食うとめちゃめちゃうまいね。せやねん、せやねん、な、うんうんうん、みんな味の凝縮具合が半端ない。胸肉の刺身っていろんなとこあるやん、うん、淡白で食べやすい、ね、うん、いや、ここまで旨味が凝縮した鶏刺しはなかなかない。せやね、うんうん、やっぱこれは何じゃあ、ついてん、ついてん、ついてん。でっかっ。でかっ。坊ちゃん、これ見て。これでかいな。でかいやろ、これ。おにぎりちょっと比較対象で、これお作り見てください。こっち奥、ちっちゃね、でっかね。で、これ巨大エビフライやねんけど、知りたいかな。な、いやいや、もうおにぎりの存在感でかすぎやろみたいな。ほんまやな。なあ、シータイガーなんかちっちゃいエビに見える。これちょっと濃くよな。
とりあえずお作りいきますか。ホタテとカンパチ。ホタテ珍しいな。今日はなんかちょっとホタテが食べたい気分やった。なるほどね。めっちゃ美味しそうやし。あー、これだけで酒なんぼでもいける。カンパチ綺麗やなこれ。うん、お作り全部うまいわ。こだわりがすごい。なるほど、うん、鶏刺し屋さんやのに。そうやね。このゴリゴリっていう感じじゃなくて、うん、寝かして熟成させた感じ、うんうん、これうまいな。熟成させてやっぱもっちりして嫌な水分が抜けて、うんうん、めっちゃうまなるよな。そうやな、うまみが増すっていうもんな。芝、うんうん、は熟成してるのにうまみ増したへんな。熟成とな腐敗は紙一重。僕はあの失敗したわ。発酵と腐るみたいな感じや、うんうんうん、僕は発酵と腐れた腐ってる方や。あ、そっちな、うん、熟成でもな。レモンチューハイお願いします。あ、何だっけ。唐揚げと炭火焼き合わせた。 まだ来た時にしような。来た時エビフライ食べていこう。巨大シータイガー。でかいな、これね。あの、でかいで、だってこれ、うん、頭ついてない状態やん。超頭でかいね、あいつ。あ、誰かと一緒やん。言うと思った。じゃあちょっと切っていくね。あー、でかいな、身。タルタルの海につけられへんけど、いただきます。うまいよ。うまい。数々の外科、うん、巨大エビを食うてきた芝としては、うんうん、これうまいわ。あとタルタルかな、絶妙に。僕のドストライクのタルタルやな。卵多めのタルタルだから、あっさりしたタルタルや、うんうん、おにぎり食べていいですか。やっぱ手で持つのが似合うね。でしょ多分ね。いやこっちかこっちか。でかないこれ。でかいでかい。口ちっちゃ。口ちっちゃ。もうこの焼きおにぎり、うん、こだわりが半端ないです。おかかをこう最初にこう練り込んでからおにぎりにして焼いてくれてる、うん、うまいよ、うん、ってことで僕もいただきます。はい。九州ではね、うん、こうだよ。ほう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 。うまいやろな、それ。それ嫌いじゃない。それ馬刺しとかべっちゃつけて食いたい。いただきますよ。はい。うわ、これよ。うまい、これ。ニンニク醤油最高。うまいやろな、うん、僕ね、あのニンニク好きやねんけど、うん、生姜も好きやな。あの、馬刺し結構生姜好きやねん。あ、馬刺しは生姜やな、うん、え、これ何よ。これね、ミスターチキン。ミスターチキン、 なんかね、梅松さんね、新しいお店出すらしくて、うん、そこで出してるやつやねんて。たまにここにもあんねんて、これぜひ食べてっていうことで、ミスターチキンの醤油味と、うん、でこれがソルト味。塩って言うし。おー、塩や塩や塩味ね。はい、うんうん、これでかいよね。でかいな、これな、うん、ちょ、かぶりつきたい。切って食べて言うとっていうよ。かぶりつくわ。でかいな。あ、甘い醤油めっちゃ合うやん、うん、急にジャンク感出たな。出たな、うん、うまい。はい、次しよう。おはよう。いただきます。お、塩だけじゃないわ、ハーブが効いてる。僕どっちが好きやろ。千葉は多分塩やろな。いや、僕塩やな。言ってるやん。いや、両方や。両方好き、うん、両手で持って食え。無理だよ。
なんでそんな攻撃的やねんっていう話になってくる。え、これはそのミスターチキンさんで提供してるやつ、うん、そうそう、なんかね、あのバーガーもやってるらしいね。へー、うん、だからほんまジャンク製品専門みたいな。これ何？ん？これは梅松の隣の八百屋さんの野菜。急になんかジャンクなもん行って手前にこのヘルシーなもんがあったらびっくりするやん。隣の八百屋さんの野菜です。俺これめっちゃ好きやね。これあ、これな、柚子胡椒で、うんうん、うまっ。ニンニク醤油もうまいから、うん、炭火焼き。最後焼酎飲もうか。ここなんか僕めっちゃ好きやったやつあって、ダイヤメちゃん。あ、そうそうそう、ダイヤメ。何やったっけ、ダイヤメって九州の言葉で酒飲みやったっけ。晩酌。あ、晩酌か。お疲れ様、うんうん、ダイヤメソーダ割り。うまいわこれ。これや、このライチの香りがめっちゃいいね。うんうんうん、なになに、はいはい、そりゃそうだろう。あのおにぎりが胃の中に入ってると思ったらゾッとするね。そうやな、あのデカさのまんま入ってんねんからな。握ってるからさ、膨らんでめちゃめちゃ腹いっぱいやん。ほんまや、それにあの唐揚げとエビフライもいってるしな。ほんまや、こんなことしたらデブに塗っちゃう。ということで、大満足でごちそうさまでした。いや、美味しかったね。意外にあんだけ食べて7000何本やったからリーズナブル、ね、リーズナブルでしたね、すごく、うんうん、1万超えるかな思ったけど、何より一番の推しはやっぱ鶏刺しやな。鶏刺しやね、鶏刺しうまかった。で、焼きおにぎりが、うん、今日から味変わってんて、今までは中おかか入ってなかった。ほうほうほう、今日からおかか入ったから、あれはね、まあ、中も味ついてるから美味しくいただけるからおすすめです、うん、はい、ぜひともみんな頼んでデブになっちゃってくださいね。一人で頼んだら死んじゃうよ。確かに。で、本日もありがとうございました。またね。今日も安定のデブでした。歩いて帰れ。それは嫌。